さんこんにちは、森有です。はい、ちょっと見えてるかもしれない、いろいろ見えてるかもしれないけれども、3本撮りで撮っております。テカリ具合ごめんなさい。今日はですね、2個しかこれ買ってきてないんですけれども、すごい可愛いと思って私は買ったので紹介をしていきたいと思います。すごい短い動画になると思うので、すごいゆっくり喋ろうと思ったんですけど、この間が私は嫌いなので早く喋りたいと思います。紹介しちゃいますね。じらしとか私そういうのできないから、ちょっと紹介していいですか？いいですか？無理、紹介します。はい、で、じゃん、こちらです。可愛くない？超可愛くない？色がさ、上が水色なんだけども、ここにピンクが入ってて、下にグラデーションでピンクが入っている B さんでございます。超可愛くない？で、なんか厚底でね、5センチあって、しかもですよ、裏、ほらラブって書いてあるの、めっちゃ可愛いでしょ。500円でした。超可愛かったの。これラスト1個だったんですよね。めっちゃ可愛くない？なので私はこの夏これを履いて歩こうと思います。普通に海じゃなくてプールじゃなくて普通に履こうと思います。鼻緒のね、こういうやつって B さんとかもそうなんですけど、あの姿勢を良くしてくれるんですって、必然的に。なので、あのずっと欲しかったんですけど、100均のだとさ、ここが薄くて、あのすぐねこけてのガーッとかなったりとかするんで、このぐらいの厚底を探してたんですよ。しかも可愛い、もうなんかもう一個色違ったから買えばよかったかなと思って、もう一回買いに行こうかなと思ったりもするんですが、買ってきました。これはなんかアウトレットみたいなところで、あのお店の名前がなんかねないとこだったんですよね。はい、そしてこちらです。キャー、可愛くない？これ可愛くない？めっちゃこれはですね、バススポンジっていうのかな、なんだろう、これはソープボールになります。ユニコーンです。色もほら見て、この色、キキララみたいな感じで紫と水色とピンクが入ってて、で残りね2個しかなかったんですけど買ってきました。でこれ背中までグイーンとすると洗えちゃうので超便利と思って買ってきました。この子が本当に寂しそうな顔をするからね、あ、使えないって思ったりもしてます。うん、ちょこちょこビーみたいになってる普通に多分部屋に飾っとくだけでもマジ可愛いと思う。こうやってちゃんとお風呂で使えますよ。今回はメルヘンな色を買ってきたと私は思ってます。そんな感じでメルヘン縛りをしたわけではないんですけれども、普通の商品紹介、普通の商品紹介ということで、じゃん、こちらでございました。本当にすぐ終わったでしょ、マジで2個しか買ってないからねと思ったその時、じゃーん、すごくない？このパン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 、この音。はい、ということで、これがもうなんかもうこんなになっちゃってるぐらい、はち切れそうなぐらいに、ビーズの詰め放題をやってたんですよ、500円で。なのでめっちゃパンパンに詰めてきました。本当にパンパン、多分ここ開けたらブルーンってなっちゃう。ほら見て、もうこの隙間とかをさなくこうやって埋めてきたので、なんかずっと30分ぐらい私そこに座ってくってくってずっと詰めてたんで、で好きなものをちゃんと選んできました。なので音フェチとか、いろんなものに使いたいなと思って買ってきたので、後でこれはまた違う動画で開封をしたいと思います。これマジでやばくない？厚さね、マジで拳よりやばいかんね、やば。ということで今日はなんかすごい買い物をしてきちゃいましたビーズ詰め放題して何使うんでしょうって感じでしょ。このね星がめっちゃ可愛くってさ、この星をいっぱい詰めてきたんですよ。なので選んでとか、このお花とかもすごい選んで詰めてきたんですけど、このハートとかね、っていうただのブログでございました。はい、ということで今日の動画は終了でございます。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ということで森有でございました。せーの、おつわり、バイバーイ。